私の勤めている会社のビルは、いわゆる幽霊が出ると噂がありました。数年前に働いていた女子社員が会社の屋上から飛び降り自殺をし、それ以来会社内で怪奇現象が起こると噂になったそうなのですが。どうしたの？え？何？どうしたの？うちの会社って出るって本当ですか？もう聞いたの？やっぱりそうなんですか？いや、あくまでも噂だよ、噂。私も聞いたことあるけど、私は4年目だけど、一度もそんな経験ないよ。どんな噂ですか？例えば残業しているとパーテーションの向こうからコツコツって足音がしたり、マウスをカチカチってクリックしたり、書類をパラパラってめくったりする音が聞こえたり、まるでそこに誰かがいて同じく仕事をしているような雰囲気なんだって。やっぱりって。私も昨日同じような体験をして。え？この子は入社1週間目で少し霊感が強い子だったようで、
特に何か見えたわけじゃないんだし、気のせいかもよ。いるんです。いるって？何が？どこに？何？脅かさないでよ。どこにもいないじゃん。の目の前に私の幽霊がいるんです。結局その新入社員の女の子は次の日から会社に来ていません。それからも私には彼女が体験したような怪奇現象は起きてはいないのですが。